徳島ボルティスは9月7日、J2 台30節でレノファ山口 FC と敵地で対戦し、2対1で勝利。この一戦で圧巻の先制ゴールを挙げたのが FW 渡りだけだ。28分、敵陣でロングボールを味方が競り合い、こぼれたセカンドボールに反応した渡りが、ペナルティエリア右手前で胸トラップから左足を振り抜く。 バウンドして浮いたボールにうまく合わせて放った強烈なボレーシュートは、ボール左上隅に突き刺さった。ダズンで解説を務めた元 J リーガーの中島浩二氏も、スーパーゴールでしたと絶賛した一撃。J リーグ公式 X が公開した得点シーンには、ボラッソ、とんでもねえゴール決めてるやん。相変わらずわけのわからんゴール決めてんな。スーパーすぎる、間違いなく月間ベストゴール候補。 何回見てもすごい、といった声が上がった。